じゃあクローズ入ってからの、まあ、実践的な決め方を説明しますね。でもまあ形入ったところからいきます。こういう状態こうで、これで決めるとき僕がやりたいことは、まあ、ある程度相手と距離をこう作りたいわけですね。こういうふうに腰蹴ったりしてある程度この距離作らない、適切な距離作らないと決めることできないです。まあ、それを知ってる相手はどうするかというと、思い切り突っ込んでいって距離を潰そうとします。でこれで思い切り潰されてしまうともうちょっと難しいです。ここまでいったらもう腕が諦めるしかないです。もうこれで相手が押そうとしてきたその時に思い切り一回こう肘しクローズガード締めてこう相手が前に飛べてやります。これで、まあ、相手が押し続けると思うんですけど、まあ、これで相手が諦めないで粘って、まあ、ずっと押し続けることができない。で、これで場外とかに出してしまったら、それは相手の反則になってしまうので、ずっと押し続けることは難しいです。で、どっかに止まります。押し続けたら。それ止まった瞬間、すぐこう、足を当てて。で、一回もう足の裏が出てしまえば、これ以上前に出ることはできないんで、絶対、物理的に。そしたら、適切な距離を取って、肘を決めて。これで、形入って、そして相手潰すとして、そう。ただこう、肘締めて、あ、クローズガード締めて、潰されることないです。で、相手は止まったところですかさず、足首当てて、決めて。以上です。